油見長男。今から液体アートの失敗メンテが始まるよ。新しいタイヤを装着しました。ちなみにここまでですでに50分もかかっています。苦手なホイールへのバルブ通しも終えて、タイヤもホイールに装着できたというのに、なぜまた外しているのか。それは映像には映っていませんが、タイヤを組んだ後で空気を入れた際に空気圧が全く上がらず、すべて漏れてしまったからです。レイジングストーム。組み込む前に空気を入れた際にはちゃんと圧がかかったということは、タイヤを組み込んだ際にレバーでチューブを破ってしまったということ。人生2度目のチューブ破りです。何やってんだ油見長男。そんなこんなで、また一からやり直しているわけです。二度目の作業だし、カメラアングルが外れているので4倍速で。ちなみにチューブですが、時間に限界がありますので、パンク修理している暇がありません。それ以前に気力がありません。そんなわけで、株を購入した際についていた、今はスペア用として保管していたチューブを使うことにしました。つい最近、後輪のタイヤを交換した際にチューブを破ったばかりで、再びチューブを破るミステイクを犯してしまったことに意気消沈しております。ああ、人生なんて。再びチューブを取り出せました。祈るような気持ちで空気を入れてみます。いつまで経ってもパンパンになりません。これはもう間違いなくパンクしてます。しかし、諦めきれずに踏み続ける油見長男。涙なくしては見れないシーンです。まだ諦められないようです。いけるやろ。お願いします。最後のスペアチューブを使うことにしたようです。これも株を買った時についていたものですね。さあ、もう後がない。スペアもないぞ。スペアチューブないぞ。こうとかなあかんな、スペアチューブ。さあ、後がない戦いが始まりました。もう時間もあまりありませんし、スペアのチューブもありません。まさに背水の陣でのメンテです。頑張れ、油見長男。さあ、ここからは苦手なバルブ通しです。画面から消えている間をカットしましたが、実に5分以上も画面外で悪戦苦闘してました。なんとかバルブはホイールを通った様子です。あれ、ここのボルトどこ行った。え、マジか。ボルトではなくナットですね。あらへえだなぁ。え、おい、マジか。部品はなくさないようにまとめておきましょう。嘘嘘、ボルトあらへん。あったあったあった。探している時間はカットしました。これ以上勘弁してくれ。なんと3部もロスしてしまいました。多分整備に慣れた方ならもう完全に終わられて、今頃お好み焼きでも食べに行ってる頃でしょう。さあ、今度失敗したらもうスペアのチューブないですよ。大丈夫ですか。比較的スムーズに作業できてますが、つまらないので4倍速で。タイヤを入れていく工程で一番最後が異様に張っているのは、やっぱり入れ方がまずいってことでしょうか。ここですね。入りました。入ったけど、問題は空気が入るかどうかですね。
入ったけど。空気が入るか実験です。なんか漏れてるな。レイジングストーム。あ、そっか。虫入れてないわ。空もおるわ。青ですね。自虐的に笑う油見長男。よし。虫入れてなかったら空も折れますわ。さあ、虫も入った。漏れてる。またもやチューブを破ったようです。腹の底から落胆しております。諦めが悪すぎるけど、油に長男の気持ちは押して知るべし。知るべしさ、スタローン。はい、全然空気が入ってません。貴様、大きなため息が出ましたね。どうしようかと途方に暮れています。今すぐカラオケに行って、そして僕は途方に暮れるを歌いたいです。あ、終わったな。しゃあない。ブレーキだけ付け替えとくか。お、以前よりは前向き。しばらく歩きでの通勤になりそうじゃ。続く。